本日は名古屋ドームにご来場いただき誠にありがとうございます。皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより先日お亡くなりになりました星野仙一さんの追悼セレモニーを行います。まずはじめに星野さんの生涯をまとめさせていただいた VTR を皆様にご覧いただきます。106ビジョンにご注目ください。ドラゴンズからドラフト1指名を受けた星野仙一さん。打倒ジャイアンツ、打倒を超える、闘志むき出しの姿はまさに超える男。1974年にはセ・リーグの初代セーブ王に輝くとともに沢村賞も受賞、チーム20年ぶりの優勝に大きく貢献し、ジャイアンツの V 点を阻止した。通算成績は146勝121敗34セーブ。1982年にもチームを優勝に導き現役を引退した。ドラゴンズの監督就任は39歳。覚悟しとけ。大型トレードで三冠王の試合を獲得した一方、近藤や立浪、与田など若く才能あふれる選手を積極的に起用、ベテラン若手を融合させ戦う集団へと変えた。監督初勝利、宿敵ジャイアンツからだった。ウィングボールの絵を見方された、ないかとこう投げてきましたよね。登場を呼ばれた星野さん、実は非常に熱く涙の多い一面を持っている。ちょっと熱い気持ちでチームを引っ張り、就任2年目にしてセ・リーグ制覇も果たした。ピッチャーが大谷翔平の手を投げた空振り三振、試合終了。ドラゴンズ優勝、ドラゴンズ6年ぶり4回目の優勝を達成。ドラゴンズは1回、2回、3回、4回。1991年限りで各国を退く、チームへの愛は変わらない。今までの話はずっと安心したら、愛情のない発言をしていると思って、ふざけんなよ、二度目の監督就任。前は覚悟しとけなんていう勇ましい言葉を言ったみたいですけどね、今はそんな気持ちは全くなくて、しっかりやろうぜ。名古屋球場ラストイヤーはジャイアンツを猛追するも最終戦で力尽きた。ドーム元年は初の采配を経験したが、このピンチをチャンスに変えた。掲げたテーマはチェンジだった。命も出れますよ。やります、私はとことんやります。思いが実を結んだ1999年、チームはプロ野球記録に並ぶ開幕11連勝。そして勢いそのままに2度目の優勝を成し遂げ、選手をここまで信じてきてよかったな、つくづく幸せな男だと思います。
それじゃあ、この子の説明に関してさちゃん、一番可能性があるところは一緒に中央マンと、まあ、どこかで一回本当の約束を果たそうかなと、まあ、二人で出会った人類でな。そんなドラゴンズとの別れ、2001年お名前ください。そしてご着席ください。皆様ありがとうございました。ここで皆様にご案内申し上げます。星野仙一さんの生前の栄誉を称え、愛知県に愛知県県民栄誉賞が贈られることになりました。そこで大村秀明愛知県知事にメッセージを頂戴しております。また同様に星野さんの栄誉を称え、川村隆史名古屋市長より追悼メッセージを頂戴しております。どうぞ106ビジョンをご覧ください。星野誠一さん、あなたは中日ドラゴンズのエース、監督として四半世紀にわたり常に県民を勇気づけ、愛知名古屋を明るく照らす太陽のような存在でした。あなたの勝利を目指す力強い姿と野球に対する情熱は多くの県民、国民に希望と活力を与えてくれました。まさに名古屋が生んだ大スター、大監督であり、我々県民の大いなる誇りであります。これまでのご功績をたたえ、愛知県県民栄誉賞をお送りいたします。改めて心からご冥福をお祈り申し上げます。それでは野村隆史でございます。まあ星野先生のためにどうやり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 や
ですが、皆様の心に改めて熱く強く刻まれたことを願います。以上をもちまして星野仙一さんの追悼セレモニーを終了いたします。皆様ありがとうございました。